長岡市における平成の大合併。当庁は南東部に位置する。川口町はかつて新潟県北魚沼郡に存在していた町である。小千谷市への通勤率は27.4%、長岡市への通勤率は10.4%。2010年3月31日に長岡市へ編入。合併前まで長岡市と境を接してはいなかったため、 飛び地合併となった。品濃川と魚の川の合流点。写真右上から流れ込み右下へ流れていく川が、品濃川、写真左上が、魚の川上流部品濃川とその、最大支流魚の川との合流点で、町役場ホームページでも、大きな川同士の合流する景色を強調している。鉄道は、JR 東日本上越線、飯山線の越後川口駅がある。 道路は、関越自動車道、越後川口サービスエリア所在する。魚沼産カ光と錦鯉の生産を主要産業都市、観光施設として、古くから川口穴をシンボルとしてきた。近年、良質の温泉が掘り当てられ、第三セクターによる川口温泉や道の駅越後川口がオープンして、人気を集めている。 2004年10月23日に発生した新潟県中越地震では、阪神・淡路大震災以来9年ぶりとなる最大震度7を記録した。阿らや遺跡湿度の石器登頂は、古代においては、魚の川と千曲川の河口にあって、海に面していた。西川口地区にある阿原屋遺跡は、後期旧石器時代終末期のもので、採石人、採石人格、 彫刻統計石器などの採石人文化器の石器が数万点出土している。アバラヤ型と呼ばれる彫刻統計石器はシベリアからアラスカ、グリーンランドに類似の石器が分布する。2004年2月に国の史跡に指定された。カナンツ、牛ケ島などの地名とカシダン級の景観がここがかつて海岸線であったことを意味し、上杉謙信の陣地。 河合神社は、演起式神明朝書集の河合神社の論者となっている。大川津分水や関屋分水によって、新潟平野は様変わりしたが、地形から見れば、古代の新潟平野は海原であって、人の住めるようなところではなかった。伊勢の山辺の大神がうおってこの地の水門で捕らえ、神宮に献上した神話がある。ついに、高四国に置いたりて、 数並みの水門に網を張りて、その鳥を取りて持ち上がりて権利機。ゆえ、その水門を、こうけて、数並みの水門というなり。古事記、中津牧水人天皇さん、本務と分けを当庁は、あばらや遺跡や菓子団球という地形、あるいは近年発生した地震に見られる通り、地層の町であると言える。天面ガス産出量全国トップの地を、現代においても、 近隣地に置き、近代は当地に石油が発掘され、油田として、全国一の産出量を誇った時期があった。伊勢の神話に出てくる、数並みの水門、同じく、魚の川の水を使った日本最古とされる川口穴、あるいは、品濃川の水を使った新潟県内発の牛毛島、水力発電所や、湧水を使った、県内発の鮎の孵化場も、 この地に置かれた記録がある。この地の湧水によって、西木鯉が、見事に発色し、棚田の魚沼産腰光を育んで、さらには、近年、全国屈指の名刀キャンパス、川口温泉を生んだ。東庁は、地層の町であり、そこから湧き出る豊富な、水の町である。道の駅越後川口矢ぐりの里奥内、ゲートボール場。 スパーク川口川口牛家島にて撮影された牛家、島大橋。県内線県外線特になし特になし東町は、上記の通り、町域もそれほど広くなく、町村合併を特に多く経てなく、川口としての一体性が強く、町役場隠しはない、統計等でも、地区ごとの区分をせず、一体で捉えているものが多く、見られる。 川口川口町の中心市街地であり、越後川口駅や川口町役場、川口町図書館などが集まる。西は、魚野川、東は、山地、南北は丘陵に囲まれている。現在は、大和川口で、東川口と呼ばれることもあるが、長岡市と合併した後は、東川口に、町名変更する。西川口川口町の西部に位置する。 川口町の魚の川砂岩の平地を占める。川口地区の対岸にあり、主に田園地帯が広がる。広い土地があることから川口小学校や川口、中学校、越後川口インターチェンジ SA などがある。最近は住宅が多く建設されてきている。あばらや地区にはあばらや遺跡があり、西倉地区ではスイカの収穫が盛ん。 中山川口町中部から、東部の魚の川右岸の丘陵に位置する。川口町運動公園や道の駅越後川口、あぐりの里がある。魚の川の近くは低地だがほとんどが丘陵である。河南カナ南津橋。上越線第四魚野川橋梁及び、上越新幹線魚野川橋梁。川口町中部から、東部の魚の川左岸に位置する。 上、河原の地区で、国道17号、上越線、上越新幹線がほぼ一箇所に集まるところがある。また、上越新幹線脇には、JR 東日本新川口変電所がある。牛毛島川口町北部の丘陵場の平地から、山地に入るところに位置する。国道17号の坂の下は、川口地区である。国道17号牛毛島交差点。 木沢川口町北部の山地に位置する。地区の下を上越新幹線魚沼トンネルが通過する。武道久保川口町北部の山地に位置する。木沢の西部、牛毛島の東部に位置する。地区の下を上越新幹線魚沼トンネルが通過する。町立上川保育所がある。田麦山川口町南部の山地に位置する。 川口町の南側のほぼ半分を占める。西を、小千谷市、東下、町市、東を、魚沼市に挟まれる。田麦山小学校があったが、川口小学校と統合した。ありがとうございます。